今もジャンプ台乗らんときゃいいし、フィーバー戦とも全然関わっていけそうな気がする。だって4回いきなり最初の初戦でできたから、多分5回いけるなと思ったら、そこからフィーバーしちゃったんやけど、フィーバーするとやっぱりウィンターボ速くなるって誰かが10回の時に教えてくれたんで、10回ウィンターボするっていう時の動画で。でも今これクラッシュしながら入ったら1回ね。あ、でもゴールしなかんな。しかもなんで俺ピーチ選んだの。ピーチ選ばんでもいいんやけど、5回にするのは簡単やな。このコースで十分でした。ありがとうございました。10回にするっていうのがあったの不評やったのかな、それともなんやろな。10回は難しかったし、走ってないもんね、ゲームとして。でもこれはもうウィンターツアーのマリオカップから余裕でできましたという話でした。